さあユーストリームをご覧の皆さんこんばんは古谷香里です今日もお付き合いいただきましてありがとうございました、えー、7時をもちましてね「FM 相模」の金曜ハミング情報番組自体は生放送終了となってここからはユーストリーム限定配信をお届けしていきますさあ今日はね、えー「夏好きですか?」「嫌いですか?」というテーマでメッセージを募集してきました ね、ユーストリームをご覧の皆さんの中でもたくさんメッセージくださってどうもありがとうございます。ね、今日は <laughs> とりあえずなんか好きと嫌いだったので一応ね、集計してみたわけなんですけれども最終的にはやっぱり夏が嫌いだという人が多かったですね。やっぱり暑さ、それから汗をかくっていうのがね、嫌いな理由が多かったんじゃないでしょうか。逆にね、好きなっていう人はやっぱり夏ならではの イベントあの夏花火大会だったり浴衣だったり女性の薄着だったりね <laughs> 夏ならではのことが好きだっていうので好きだっていう人が多かったですね皆さんはどうでしょうかということでさあえー、っとじゃあちょっと皆さんのねつぶやきなんかも見ながらトークしていきましょうかえー、っとなんか今日は いつもにましてねたくさんの方が見てくださっているということでありがたい嬉しいですね特に何のコスプレもしてないんですけど <laughs> どうしたんでしょうか結構でも本当にあに私もツイッターをねやっているんですけれどもツイッターで番組のねメッセージテーマをつぶやいたり番組の告知をしたりすると皆さんリツイートして頂い,いて。 ね、そうやってどん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 広げてい,いってくださっているなっていうのはね、すごく実感します。ありがとうございます。さて、そうそうそう、今日はあのー、ね、四時代の途中で声が。 詰まってしまっっててしね交通情報をちょうど読み始めたところだったんですけれども私もびっくりしましたあの全然もう風邪はすっかり良くなって喉もすっかり良、あのー、くなってたんですけれども何ですかねなんかこう呼吸をした瞬間こうバーって喋ってて息を吸った瞬間になんかなんんか喉が詰まっっちゃったんですよねであーやばいと思ってでもほら 交通情報を伝えなきゃと思って読めば読むほど何かこう喉が詰まっていく感じで悪循環な感じでした <laughs>、ね、でもあの時だけでよかったです後半はねなんとか元に戻ってえーとあざっとこのね昨あの先週からハミングのハッシュタグも作っていただいて だいぶ見やすくなってるんですけれどもざっと見る感じでも初めての方とか多そうですね <laughs> ガクさんありがとうございますラジオの本放送後に裏番組をそのまんまユーストで配信中な FM 相模って書いてる <laughs> あ、そっかそうですね FM 相模では今 j p o p セレクションなんですけれどもユースト限定配信の番組をお送りしています <laughs> 夏場って始まってるんだろうなーってなんて呼んだらいいのかな松松リングさんかなありがとうございますね曲がるうさぎさんは冬よりは夏がいいなーって東京の夏は尋常じゃなかった ね、今年の夏は本当に例年に比べて暑さが増してますよねだって7月のね段階で連日の猛暑日でしょ去年は猛暑日がなかったらしいですからねそれを聞くとやっぱりね今年の夏はいかに暑いかっていうのが分かります。 あ日産は映らないのって聞かれてますよ。あそっかーマイクが日産のところにないよね。ということで今日はないと考え中と <laughs> カメラはね2つあるからねでも最近の日産はかなりユースト率高いですからねこなないだんて10時間 フフフフフきっとご覧になった方もたくさんいたんだと思うんですけど「あのミュージックボックス」のね毎週金曜日あの FM 相模で10時から1時間放送している「ミュージックボックス」という音楽番組があるんですけれども私もねあの3週目と8月からは1週目も、まあ、担,担当することになってるんですけれどもこれはあの公開収録で収録している番組なんですよ。 で、その収録したものを、まあ編集しているのが日産なんですね。で、それを最近編集しているところをユーストリームで放送しているみたいなんですけど、この間は十時間かけてやってましたからね。一時間の番組ですよ。何時間かけてやってんのって <laughs>、ちょっと思いますけど、でもなんか今までは一人でね、黙々と誰もいない。 深夜の、ね、デスクとかで編集をやってたんですけどこうやっていろんな方に見てもらいながら話しかけてもらいながら編集したのがだいぶ心強かったみたいでそんなことをしていたら10時間も経ってしまったらしいですねえあれ西さんの声が聞こえましたって言ってるよジュネスさんがああそっちのトークバックでじゃあ何かあればトークバックで <laughs> <laughs> ぜひねええー、とあっ「まつりんぐさん」読んでくれたってあ今のを読んでくれたってことなのかなメッセージを番組に送ってくれたというわけではないのかなねあのラジオネームとツイッターのアカウントと まだ私の中で一致していない方とかがいたりして大体分かるんですけどねえっ、ー、とん兄さんが来た <laughs> あマイクを取りに来た、うん、えあんとえっ、ー、とね iPhone で見るとき、ね、はあ、これを使うといいよって言うんですか、うん、えー、ちょっとじゃあ終わった後やってみますありがとうございますアドバイスをいただきましてねケンスピークさんもリクエストメッセージありがとうございましたそれから千田高さんもねメッセージいただいてありがとうございますお仕事はもう終わったんでしょうかえ、ね サイテックスさんもね嫌いが多かったので夏は廃止とか <laughs> 廃止って言って廃止になるものじゃないですからねへええー、とそれからマネキウ牛さんあ流れてしまったあコスプレはもういらないな そういういキャラではない感じそのままででしょ <laughs> そういうキャラじゃないんですよ私分かってらっしゃるありがとうございます <laughs>、ね、そんな意見もあるんですよ皆さんえーっと ね、あコナミさんもねありがとうございました先週はそうだねクイズに正解して電話でお話もさせてもらったりしてねいろんな方が見てくださっていますねそうだ今日は西さんクイズやんないんですかって聞こえていないのかしら <laughs> あごめんちょっと待ってねうん あクルダさんもありがとうございますね一1時間前に帰宅してくださってそこから見てくださっているみたいですねうんとじつこさんも見てくださっているのかなありがとうございます。 ねそれからうんあミキさんも見てくださっていたのかなありがとうございますターボルーセルさんもねありがとうあねえ大丈夫ですかというご心配いただいてございませんでした大丈夫です一時的なものでしたのでほえちゃんとかもね書き込み しててくださってますねなんですかねで私もともとやっぱり風邪をひくとすぐ喉に降るっていうので喉があんまり強くはないんでしょうねきっとねあやつきさんとかも見てくれてるのかなプラレールさん「7時ごろまで仕事断続的にアクセスします」ということでじゃあまたそろそろ。 顔を出してくれるかもしれませんね。えっ、ー、とモロモログさん <laughs> っていうのかなモーローグさんかなユースト状態良好です。エンジョイミュージックさんとかも書いてくれてますね。 皆さん本当にありがとうございます。<laughs> さあそうだ今日はね、えっと、番組の中でもちょこっとお話ししましたけれども毎週金曜日ミュージックボックス、ね、番組放送しているという話もしましたが今日はね5週目ということで。 担当パーソナリティがいなくて5週目スペシャルお届けするんですけれども、えー、と7月いっぱいで活動を休止した磯裕子さんのね卒業スペシャルミュージックボックス卒業スペシャルお送りしています今までのね磯地の活動だったりとかいろんな話が聞けます、ね、私もちょこっと出演していますので収録した時がねまだ風邪をひいている最中でね声がおカマ声なんですけど。<laughs> <laughs> よかったらね是非聴いてください今夜10時から FM 相模ラジオではね今夜10時から放送ですそれからインターネットでも、えっと、ポッドキャストというところでポッドキャストで聴けたりできます、えー、ミューミックスレディオというサイトとか あとは普通に iTunes、iTunes Music Store とかでもね、あのミュージックボックス、もしくは私の名前とかで検索していただくと、今までの過去の、えー、オンエアしたやつなんかがアーカイブされているので、ぜひぜひ、今日の放送、聞いていただきたいと思います。あ、そっか。天海さんからも、あ、書き込みがありましたね。 あ番組ステッカー届きましたかやったありがとうございますそうねこの間ステッカー結構時間が空いてしまったので今回は急いで送ろうと思って <laughs> はい今週頭ぐらい頭じゃないかな真ん中ぐらいに送ったかなうんーとどうもー <laughs> 来ましたー。何その、登場の仕方。<laughs> 声だけでーす。あれカメラは。<laughs> カメラも設置して。あ、そうそう。私のツイッターアカウントを教えてくださいと言われたので。えっ、ー、と、ツイッターのアカウントは。最初だけ。 アルファベットのの大文字 K 香香香りの香り香りですで最初のね香りの「K」だけ大文字で,で一応あのこういうタイムラインに出てきていただいた皆さんとかはあのフォローしていただいたらフォロー返させていただいていますなんかね言あ言「あの番組見ましたユースト見ました」とか言っていただけると確実にあのフォローはしていますのでよかったら。 見てみてください。なになに。何何 <laughs> もう一回やるの?<笑>笑っる。なんか声だけって入りづらいわ。うん。まあいいや。カメラ二台使うとね、あのすごい。 pc にちょっと負荷がかかるんでちょっとまた落ちちゃったりしそうな感じですかでなんか、ねうん、せっかく見てくれてる人がまた不安定になってもそうですね切れたりとかしたらねこのままの映像でじゃあ今日は西さんはあの声だけでお楽しみください<も>あのいつでも見れますから <laughs> 日さんもねユーストリームでちょこちょこだって西さん火曜日の深夜12時いそラジと 今木曜日深夜12時からの「辻フェス」は必ず出てるじゃないですか、はい、プラス、まあ、金曜日のね「金曜ハミング」の後とは、まあ、こうやって声だけだったりで参加していただいていてそして毎週1回の編集室西さんダウンタウンデラックスのポスト君みたいな声になってますよって言われた<ん>何今あのリバーブがかかってたから 大丈夫かなこれで普通でしょもしなんか変だったら変でーすって <laughs> 教えてくださいそういうふりやめてくれる何が <laughs> この <laughs> この TL の人たちをバカなめてるでしょあなた何がそんな前振りをしたら <laughs>、うん、<laughs> 大変なことになるに、ね、決まってるじゃないかどうなるの西さんが変だったらってふ <laughs> り <laughs> をしたらうんみんな殺到ほらもう西さんといえば声とかことと 書いてる人もいるし <laughs>。そっか。ね、ケンスピークスさんもよくお会いしますよね、うん、なんかね。あ、ユーストリーム、結構。あ。あの、ハッシュタグでね。いろいろ、変で、ほら。<ん> <laughs> ちょっと、おだまり、みんな。何?。ちょっと。騒がしくなっちゃった?。<laughs> 変でーすっていう <laughs> <laughs> か。どんどん、ほら、殺到してる。昨日の辻フェスで西さんが暴走したとか。ねえ、暴走してましたよね。ね。 ある意味辻元さんも暴走してたけどそうね <laughs> あのユーストリームはあのいろいろ FM 相模関連のものと、うん、それからあのウエストボックス関連のね<あ>ライブ関連のものを 2>,、ね、2通りやってるんであのみんなで時々こう寂しい時に遊んでもらったりしてます <laughs> 遊んでもらってるの完全にそうだね俺 気がいたねこの間10時間の1時間番組の編集に10時間かけたときに完全に分かったね「まゆうるさいよ人が喋ってるのにあのねすごいなんかみんながねいろいろ話しかけてくれてそれでなんかすごい救われてるんだなって分かったの。 だって今までは編集一人でやってたんですもんね。うん、それでうちもほら編集してる部屋が暑いのよ。暑いね。エアコンがないから。ンが冷気そこまでいかないですからねそうそうそう。あ、コナミさんが。コナミさん聞いててくれたんですね。ありがとうございます。昨日ね、ちょっと面白かった話聞いてくださいよ。<laughs> 何何な <laughs> あの、そう三分切るの三時間ぐらいかかってたよね。こないね。いい話して、あのね。<laughs> 昨日の辻元フェスティバルではい、はい、なんだっけ俺が結構あの、FM、曲批判みたたたいななことしししんんだよねねてましたねなんか某大手の曲は、うん、なんかポッテトの新人なんかをメインに、うん、なんかすぐラジオ番組を始めて、うん、なんとかはがきとかメールで乗り切ろうとするような、うん、そういう安易な番組作りをしてたら <laughs>、うん、今にみんなラジオから離れちゃうぞっていう話を結構大手に、うん、あのはっきり言ってあの。 東京だ j w ブもそうだとか、ね、散々言ってね <laughs> 言ってましたねそれで、うん、調子に乗った辻元喜一が「いいんだ!」と思ったんだよねこ,こんなこと言っていいんやと思った名前出してると思って!あの」との辻元喜一がそうあのそういえばそのくらで僕も思うんですけど「今る、うん、ってどう思いますっていきなり個人攻撃始めて個人名出しちゃったそれでみんな <laughs> さーっと引いていってね、うん、俺も「いや 今ちゃんいいと思うなみたいな <laughs> <laughs> それ言っちゃダメ、ね、あ西 <laughs> さんが言ってることと違うよ辻元さんって私もちょっと内心 <laughs> ハラハラドキドキしたコラミさんだったでしょ確か「西さん暴走中」って書いてくれたのね、うん、ツイートでそれで「西さん暴走中」っていうのを聞いてなんかあ誰かおっさんが暴走してるんだなっていうのを様子見に何人か リスナーの視聴者の人が増えたんですよユー、はい、ストリームで、うん、トトトンと増えたんですよだその人たちが増えた時には、うん、辻元喜一がイマる批判をしてたんです日さんの暴走は終わってた終わってたんです僕 <laughs> ものすごい辻元さんがかわいそうなことねえ<ー>面白かったですよねでも昨日の、うん、昨日は12時から2時までの深夜番組、はい、FM 相模で辻元フェスティバルという番組やってたんですがそう あそこの中ででで一番面面白白かかっったたねねねすすユーストリーム上はそうそう僕はカメラに映ってなくて、うん、辻元さんだけが映ってたんで、はい、僕が何を言ってもなんかあんまりなんかそんなに罪がないというか <laughs> 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 まるで辻元さんが言ってるように見えるのねユーストリーム上ではね。うん かわいそうでしょそういう人いるんだよねタイミングの悪い人って <laughs> あっ日もチャットの方もね書いてくださってますあ,<ー>ありがとうございますよ、ね、よう見ようと思、ね、サイテックスさんとかミーンさんとか、ね、あボニンドルフィンさんとか KB さんとか佐藤さんもね皆さんありがとうございますだいぶ炎上してますね西さんチちゃっちゃ」とやったらどれぐらいでできるんでしょうかどういうことかこれいつの書き込みだろう 7時7分あ,あ編集のことかなああ編集ね編集はね一番最短記録で1時間の番組をあのもう内容を聞いて確認してあったので、うん、もう全然確認もせずその波形だけを見てやったり1時間かかんなかったですねああそうなんだ でも頑張れば10時間かかるって頑張ればの間違ってないその使い方 <laughs> い楽しくやった方がいいじゃんまあね、うん、もうなんか一人でやるのやだ面倒くさいってなっちゃうよりかは、うん、皆さんに協力頂い,いて <laughs> 楽しくできた方がいいかなねえそうですよ、ね、本当にありがたいと思ってますよ あなんか金曜ハミングのあれですねユーストリームの表示の仕方が変わりましたなんかシャープな感じになってる FM さんあのね今週,今週ちょっとあの人が多めだったじゃないですか最初から、うん、一番最初から割と伸び率よかったじゃないですか、はい、あのね番組のアイコンを、うん、<laughs> 大丈夫かしら何局の人 <laughs> FM 相模のアイコンからあの古谷香おりのアップの写真に変えたんですよ番組のアイコンアイコン番組のアイコンをユーストリームのこの番組のアミングのアイコンを <laughs> まあ FM 相模のロゴをずっと出してたんですけど<ー>古谷香おりのアップに変えてみたんです<ら>、うん、その方が食いつきんじゃないかな <laughs> 何それ <laughs> あそれでこっちはこういう感じになっただったらどっかもその要因もあったかもしれない、うん、なるほどねうんそう編集中にね、うん、欲しいものが盛りだくさん欲しいもの、うん、なんかウクレレが欲しいとかさ何、はい、<laughs> だっけ「こやぼさん」という「小屋<あ>ぼこやぶボード」っていうのを。 はい、楽器を作って、はい、開発者の人とかがいると、うん、その話でひとしきり盛り上がっちゃって、うん、でその人がウクレレ教室やってたりするからえウクレレ教室ですかそ,それでウクレレ欲しいとか言ってウクレレのページをみんなでネットサーフィンしたり花笛もね花笛もひとしきり盛り上がってすごい綺麗な音の出る花笛って知ってるわ、えー、分かんないなんかね聞いてみたい 鼻,鼻から息を出して鼻ってこの人の鼻のこう何かねカパッてこうなんか当てるような感じお面をへえそれでそ,うそれで口でなんか音量音,<が>あの音程とかを調節するんだってへえ<ー>すごい綺麗いにビブラートもかかるしピッチも綺麗だしねうん,なんか口笛のような手軽さで吹ける、うん、でケーナのような美しい音が出るすごい楽器だったの。 へつけるとコアラみたいになっちゃいますがってるけど <laughs> 形的にそうかもね、うん、そうやっぱりユーストリームって女性が映るとね増えますよねあそうなんだそりゃそうですよだって辻元喜一でねこの人数集めるの大変ですよ <laughs> なんか嘘でもつかないと。 何嘘でもつかない勝ちだとか <laughs> <laughs> ダメですよそんな <laughs> <laughs> そのくらいの嘘つかないと多分 <laughs> うん。うん、そうなんですアイコンをね変えてみたんですよちょっと なんかね、あの僕があの完全にこういうのに精通しているわけではないのでちょっとずつね、うん、あのあ歯医者あのまだ検査行っただけなんですよ、この間木曜日に検査行ってきました月曜日にまた歯医者行きますえようやくそれ虫歯の治療ですか、そう虫歯とあと歯とが抜けてるところの治療、うん、不思議なもので見慣れるんですよね。<laughs> 西さん今歯が一本前歯が一本ないんですけど <laughs> 最初見た時はちょっと見るたんびにそこに目がいってたんですけどあでもなんかあ見られてるってこう気づかれたらいけないなと思ってあんまりこう見ないようにはしてたんでじゃああのね <laughs>、うん、あのもうほらこのこ,この,の TL の中にあの「たち悪い人いっぱいいるんですよ」。<laughs> <laughs> そういういいいこと言わなな悪くないでしょ <laughs> 親切な親切なね、うんうん、僕の仲間が入ってるわけですしそれで僕が歯医者に行ったことをね、うん、誰か褒めてって言ったらそのタちの悪い人たちが <laughs> <laughs> そこと言わない <laughs> みんなあの褒めてくれてね「うん、よかったねよかったね」っって「偉いね泣かなかったね」って言われたから「<laughs> あれ泣いちゃいけなかった?」って。<laughs> <笑><笑> <laughs> 泣いたんならグリコあげないとかわけわかんない話な <laughs> 何それ泣いたのにさ泣いてねえよ泣いたらしいですねって言ってるよターボさんがだから泣くようなこと何もされてないですから <laughs> 検査だけだもんね検査だけですから <laughs> <laughs> 抜けた刃持ってますよそれはもう使えないのか使わないんじゃない 差し歯みたいな感じに新しいのを作ってもらうからなんか両脇の歯をちょっと削って固定するようなことになるんですって言ってたから、うんえー、怖いね健康な歯を削ってそうだからそれをね嫌がる人がいるからそのそれさえ問題なければみたいなあでもその方が安定するのかもしれないですね差、ね、し歯って結構抜けたりするもんねうん、うん ユースト配信支援しますよって学ありがさんありがとうございます日産いじ違う日産はいじられキャラじゃない <laughs> どちらかというと今まではいじりキャラでしたよね古谷かおりと対峙した時にはいじりキャラなんですけど <laughs> そこにあのだから <laughs> さっきから言ってるじゃないですか立ちの悪いのは TN で多い<あ>タイムラインで多いんですよじゃあ <laughs> そうやって皆さんがいじっているところに私も混じって日産をいじってみよう <laughs> 相変わりを待ってても無駄ですよそれはそうですよ <laughs> 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 確かにちょっと待ってたような気がすうっそ歯医者だだ盛りしてどうするんですか <laughs> まだあの音がね あ、本当に顔の形とか変わってきちゃうの。良い方に変わるかもね、かもねって笑われてる。<laughs> <laughs> あ、でも、歯って大事だって言いますよね。歯並びがやっぱり悪いと。その後、あの歯だけじゃなくって、いろんなところに。ね。具合が悪くなっちゃったりするっていうじゃないですか。ねすね、先週は。 クイズを出したんでしたね。あ,あ、あそうですよ。今週もクイズ出しましょうか。今日でも、本当に、あの、初めてお越しになった人とかもいっぱいいてい。うん、ありがとうございます。嬉しいな。あの、また、皆さん、後ほど、あの、ティエル辿って漏れてる人がいたら。僕、全員をすぐフォローしますので。あの、もし、気に入ってくださったら、フォローしてくれれば。あの、そのままやり過ごしていただいても、全然結構です。<laughs> はい、大丈夫です。 かおりさん親知らずはそのことあそういえば今は全然大丈夫、うん、なんか一時期ずいぶん気にしてたよね、うん、なんか一時期すごくなんか痛いかゆいというか痛がゆいというか,なんかそういう感じがあったんですけど今はね平気ですねそうやっぱりこう季節の変わり目とかなのかななんかこうムズムズする感じはいはいはい 生え切ってはいないなんですよあ<ー>でも途中で多分ね止まってる感じ <laughs> んと生えるのがだってもう1年以上前からですもん気になってるのあ生えてきたなって思ったのがでこの間歯医者さんに行ってみてもらったらやっぱり頭半分ぐらいしか出てないって言われてこの間よだから今回行った歯医者さんがさ、うん、あの西さんが泣くかどうかをチェックフフフフ 泣くかもしれないこの後じゃあ私こっそり見に行って <laughs> あ、ね、後をつけて見に行こうか <laughs> あのねお医者さんが割と若い男性の,あのお医者さんなのよ、うん、それでなんか評判も良かったから行ったんだけど、はいうん、なんかねあの普通さあの痛かったらなんか手を挙げてくださいねとか言うじゃないだけどもうさっさとこう俺の顔をこう押さえつけて、うん、さっさとこうやってあのなんか空気出ますよみたいな。 シューっていうのでこうやって見ながらあの痛かったら言ってくださいねーつって口を開けながらだよ <laughs> 言えるかって <laughs> すごい俺は痛かったんだけど彼女は誰だって言えるかって思って <laughs> あー今こうカメラで映 <laughs> してあげたかった今のそれでねそのお医者さんのちょっと僕が気になってるところはね、うん、あのやりながら、うん、あのちょっと あの押したりとかするとこうなんかこれがビクってこう痛っとかなるじゃないそうするとね、うん、あのものすごい心の入ってないね「うん、あごめんなさいね」っって <laughs> <laughs> すっごい軽く「ちょっと押しますよ痛い,痛いかもしれませんよはいごめんなさいね」って,って <laughs> なんかさ <laughs> もうだ、ね、ってきっといつものことだからしょうがないんじゃないお医者さんにとってみたら。<laughs> まあ、そうななんんだけどなんか なんか掃除してるおばさんがちょっとここ掃除するからねごめんなさいねみたいなそんな心のこもってなさ加減なのか私のあのかがりつけの先生は必要以上にごめんねごめんねっていうちょっとちょっと痛くなるけどごめんねすぐだからごめんねってごめんねごめんねって言われたら明らかにおちょくられてるもんねあでちょっと痛いやごめんねごめんねちょっと削りよごめんねごめんね めちゃくちゃねちょっとごんねごめんね <laughs> でもなんかちゃんとこうこう気持ちはこもってる感じの言い方ですけど <laughs> 先生そんなに言わなくてもいいよって思う <laughs> ね歯医者さんってやよねいろんな人いますよね歯医者さん好きな人いないですよねうんやっぱりね行くまでに時間かかるっていう人多いですよねね本当にできれば行きたくない、ね、この痛みは 気のせいだって思いたい <laughs> <laughs> これは虫歯じゃないって思いたいっていう,う、ね、でも俺も親知らず抜いた時はそんなにあ抜きました影響なかったなっ夜痛むかもしれないって言われたけどなんか起きなかったから大丈夫 <laughs> 多分痛まなかったんだと思ういいねほら2日がかりでバキバキ砕いて抜いたとか聞いたら抜きたくないよね <laughs> 砕いていやだー <laughs> ねえ、今週もおしゃべりも面白いですか、そうですか。<ん> <laughs> ありがとうございます。じゃあ、今日、今週はなんか。あ、クイズいきますか。クイズやろうよ、なんか。えー、何にしますか、今週は。何がいいかな。なるほどね、痛かったら、手を挙げてくださいと言ってくれるけど、<ん>手を挙げても治療を止めるわけではありませんからね、と言われた。<laughs> <laughs> そうか、痛い。そうだよね。ね。なんか、そういう。 お医者さんが持ってるさ、うん、あの機械を、こう取り上げるとか。<laughs> そう、治療の妨げになるじゃないですか。かそういうふうにできるといいんだけどね。なんか、ね。どう、なんか。寝て起きたら治ってたとかがいいな。あ、そういうのいいよね。ね先週は問題何したんだっけ。私の、この間着たセーラー服を、その後どうしたかって。ああ。 セーラー服をどうしたかだったですね。今日のユーストリームアイコンをアップしてみました。あ、もうページで開いちゃった。ったああ、本当だ。そう,そうなんですよ。これを使ったんですよ。じゃあ、うん、夏夏だし、夏が好きが嫌いかだったんだよね。そうです今日のテーマね。今日のテーマは。 今日のテーマ夏が好きか嫌いか古谷香織さんは夏は好きですか嫌いですか好きですね冬,冬は寒くて苦手なんそれでは今日の問題は古谷香織が夏が好きな理由 <laughs> 今言ったよ <laughs> うるさい今言ったよ <laughs> うるさい黙れ。寒いのがじゃがしはボケ <laughs> 普通今言ったのにあ、お疲れ様ですが執筆とかに戻られるんですねご苦労様ですありがとうございますありがとうございます KB さんも一撃退席をありがとうございます、はいね、それも六十三名の方が今見ててすごいですね,すですね何もしてないのにじゃあ古谷香織さんが夏が好きな理由夏が好きだという理由 例えば、えっ、ー、と、後輩が後輩たちが学校が休みになって、何何何、爽快が盛り上がるからそれはそれ今言ってもわかる人ってほとんどいないと思うけど。自分が夏生まれだから寒がりだから。 あこんばんばはじめまして突然ですがあの古谷香織が夏が好きだという理由を面白い理由を考えまました <laughs> あの正解は全部日産日産判断なんではいえー、寒がりだからまあこのベーシックに正解ベーシックの正解は寒がりだからなんですけど、うん、夏が好きな理由、えー 夜爆走できるから大ですね。誰そういうこと言ってるのは？日産 <laughs> <laughs> が溶け始めるから。おつかいね。<laughs> 正解に。溶けたらどうすんの？今日は正解に早く近づいてる気がしますね。こう多分先週ので、あこういう感じなんだなっていうのをきっと先週参加してくださった方はね。 つかんだんじゃないでしょうか男性が薄着だから何それ <laughs> 夏だと薄着になれるし大胆になれるから今年も夏を独り占め独りめシャワー浴びる時にルンルンルンとなるかな何何 <laughs> <laughs> 何と好きな白いセーラー服を着れるから。 夏服が安いのでたくさん買えるからあ<ー>ーあ分かる <laughs> それはね確かにそうだね、うん、学生までの間は夏休みがあるからとかねううモテ期ですれ違う人すれ違う人から振り返られるからそんなことはないれ <laughs> これぐらい我慢できるでしょうなんて言われて「いややだそんな歯医者さん怖 好きな夏の食べ物なんですかって。桃<も>。ああそう。桃好きです。外でたムロしていても寒くないからあこれいいですね。タムロしません。海に向かってバカやろうと叫べるから。叫びません。あいいですよいいですよ。ゴキブリを容赦なくバーンでできる。できません。<laughs> 間違ってるみんな私のイメージが <laughs> ガリガリくんをいっぱい食べれるからこれ俺ですねそうだね <laughs> なんか今梨味のガリガリくんがあるとかうんやっぱりでもガリガリくんは普通のがいいソーダ味がいいなあの意味なく味とあんまり関係ないあの、うん、着色料たっぷりのあの色がいいよね <laughs> ガリガリくんって <laughs> そうかなそこがいいよね 今んとこ正解はバカ野郎かな爆走するのに気持ちいいからガリガリ君俺だったらガリガリ君で正解なんだけど夜の海好きじゃないですか夜の海、うんはあでも海好きですね夜ねえさすが湘南のヤンキー違いますよ <laughs> 違いますよここは声を大にして言いたいですけどさら <laughs> しを負けるからあ <laughs> あせっか コナミさん、この間電話したばっかり <laughs> そうですねコナミさん、またまた選べるねじゃね、好きなのね、まあ、もう、でもステッカーも持ってるしね、なんだっけ、ステッカーと電話とステッカーと、ともうちょっと他にも作っときます痛い何やってるの <laughs> 親指ぶつけた。<laughs> バカな子ね、本当に、中継されてる。いた,いただだだなんか。風呂上がりに、素っ裸でビールを飲めるから、世界。飲まないし。<laughs> 飲まないよ。セミの佃煮が作ってるから。やだー。<laughs> や続々と正解が。<laughs> あ、魚卓をよこせって <laughs> できませんそんなのじゃあ私の眼卓をねコナミさんにお送りするの <laughs> <laughs> あ今日は今一気にせかれたね何三人千田高さんと、うん、ケンスピークさんおお<ー>。とりあえずじゃあこの三名が景品は 電話かステッカーかうんあと何がいいかな電話ステッカー俺の眼タク眼タクじゃあ <laughs> 香里さんのイメージがガラ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  ねえ <laughs> 本当ですよ、あくまでもこれ日産の正解ですからね、<laughs> 私の正解じゃなくて、日産じゃあコナミさんと、ちたたかさんと、ケンスピークさんは、あのー、3つのうちで選んでもらおうか、<laughs> 今、<laughs> 3つ今、えー、<laughs> 俺の感覚はでも、取れないよな、取ろうと思えば取れるかな。 どうやって撮るの <laughs> じゃああのあれでしょステッカーとステッカーか今すぐ生電話あるいは、えー、おまかせおまかせんだろう、うん、おまかせって西さんの贋沢が来るかもしれないし何かを送る何かそうそれをおまかせとかそう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 何に送るんだろう好きなものを選んで <laughs>、うん、あのこれから あの僕の、えー、と K アンダーバー N アンダーバー J アンダーバー I こちらにダイレクトメッセージを送ってもらえますか多分俺がフォローしてない人はいないと思うんだけどあ抜いた歯あげましょうか <laughs> ある日俺の歯を送られてきたら怖いよないや怖い怖い <laughs> 嫌がらせになりま下とかに放らなくていいの ああなんかそういうういこと言うよねそういえばねば、うん、下の歯は上にね屋根の上に投げるとかって <laughs> ねえじゃあ北高さんケンスピークさん、えー、コナミさんそれぞれ1つ選んで日産まではいえー、何を選ぶんだろうみんなねみんな何を選ぶかしらお任せで送られてくるって。<laughs> なんか楽しみなようなね不安なような何送られてくるんだろうみたいなあのすぐ、あの,あ,のあれですよあのだから電話かけてっていう人は電話番号を、ねあのうん、ダイレクトメッセージでお願いしますね、はい、で住所とお名前もあのダイレクトメッセージの方でお願いしますあそうですね。 でもね結構メッセージ送って番組にメッセージ送ってくださっている方は一緒に書いてくれてる方もあ,あメッセージの中にねそうそうそうそこそこにもしあったらわかるんだ、あのー、そうなんですよあでも今日はないかな今日なかったシしさんの抜け玉前葉でお願いしますっていうコナミさんの嘘 そんなのでいいのいのやいや怖いやろ <laughs> あ絡みの何かねあーあーでもなんかあるかななんかあるべよ前はねテレホンカードとかああもう全くね,ね今や消えてしまったテレホンカード <laughs> あれもいいじゃないですか 屋根の上に投げるのは下の,下の永久歯が早く伸びるようにかあ,あのー、あれですね乳歯の時ね乳歯<あ>が抜けると捨てて投げるっていうんだねそっか、うん、永久歯は普通抜けないもんね <laughs> <laughs> なんで人のこう笑うのそうやって <laughs> なんだって女は永久歯って抜けないもん、ね、う<通>そういえばそうだなと思って <laughs> そういう大人になって抜けないよなと思って <laughs> <laughs> 今日はでも正解早かったですね早かったですね <laughs> 皆さんツボを <laughs> 掴んできて <laughs> <coughs> <coughs> あなんかあ,<ん>あすごい後期が。 チャットの方に来てくれてる。あ、本当ですか。後期。ごめん、ごめん、気がつかなくてな。ありがとうな。回答してる。クイズには答えてないから。モニンドルフィンさんがセーラー服着ても。寒くないかなっていう答えが。<laughs> そっかえー、っと後期、元気か。 ね最近ツイッターでは様子を見れなくなっちゃって、ね。送ってもらいましたね。うん、えー、っと <laughs> さあ送っていただきましたか。うん、今ねちち,ち,ちた北高さん。北高さんが。 うん、送ってくれてます。あ、電話ですね。おしもし。もしも,し,も,し,もし。こんにちは。こんにちは。こんにちは。おめでとうございます。ます正解。正解。はいはい。<laughs> ありがとうございます。素晴らしい正解出してくださって。え、いえいえい,いえ。<laughs> <laughs> 早かったですね。正解出たの。まあ、そうですか。<laughs> すぐわかりました。<laughs> いや、 ひねっていって何回か出してああびっくりこいた千田たさんは今お仕事はもう終わったんですかえ終わったというかちょっと放り投げてますお店をねされてるんですよね確かねおおそうですかそうですお店されてるというかやってますやってるんですよねはい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 じゃあちょっとそこを放棄してゆっくりねあの 2>, 2世帯で住んでるんですよ2世帯 2>、はい、で、まあ、実家がお店なんですね、うん、あなるほどでこっちは工場なんですよ工場か <laughs> はいで工場の片隅に実は事務室があってはい、はい、でそこでいう人見てるんですよなるほどね <laughs>、はいはい、ですから仕事しながらちょこまかちょこまか仕事しながら見れる環境なんですねそうですそうですそう状態でしょ

こちらほどじゃないですよ。そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。それで、今北海道のどちらの方なんですか?。え、なんとですね。まあ、見える範では。構わないんで。オホーツク海岸なんですよ。オホーツク海岸。オホーツク海岸。オホーツク海岸。え、結構じゃあ。サロマ湖わかります?。サロマ湖。はいはいはい。サロマ湖のちょっと北側なんですよ。あ、じゃあ、北海道でも結構北の方。そうです。そうです。 うん、だから東京行くよりもどちらか行くが近い <laughs> そうかそうですね距離的にはね、えー、あの北海道の、えっと、などこだっけ三浦さんとかどこだったっけえっと、えっと、どこかなしあっしじゃなくてねえっですかえっとね、えっ三浦さ,さん三浦さんは羽幌です羽幌羽幌ね三浦<っ>、ねね、さんは羽幌です羽は有名でしょ そうですね結構有名ですねでしょ僕峰屋さんが僕峰屋さんが東京でやってた時に何年か前なんですけど10年ぐらい前かその時ね担当ディレクターだったんですよあそうなんですか峰屋さんのアレンジとディレクターをやってて僕が担当してる間は全く売れなくて でコンサート来ますよ、もう別にだって、北海道の全部の街回るっつってね、何年間もかけて、ずっと回ってたんですよね、結構、ラジオパーソナリティとかいろいろやってますね、みんな、そうそう、話も面白いね、帯でずっとやってるから、結構向こうで今、活躍して、曲も売れてきたっていうんでね、それに付随して、それになんか抱き合わせて、昔のやつ売れないかなって、すごい思ってるんですけど。 でもね、その、あれですよ、僕、昔自衛官やってたんですよ。あ、そうなんですかで、自衛官やってて、はいはいはい。その時に、自分の後輩で、九州出身のやつがいたんですけど、はい。そいつが、サイコ彦の大ファーだったんですよ。へえ。九州の人が。へえ。ー。で、自分は北海道だったんだけど、箕苗さんのこと全然知らなくて、うん。その影響で聞くようになったっていう。そうなんですか。へぇー。 逆輸入っぽいですよね逆輸入ね僕ねいつもだから峰屋さんの活動をね北海道の人に会うと必ず聞くんですよ峰屋さん知ってるっつって大体でもやっぱ皆さん知ってるでしょみんな知ってるでしあの「大丈夫」とか出てるんでメジャーな方ですよテレビも出てたりしますからねそうですよね西さんかおりさんと話をさせてあげないとあそうですねごめんなさいごめんなさい ね、俺と電話で話がしたいって言ってるわけじゃないやでも本当に峰屋さんはね。<laughs> カオリンが話ゃないからだよ。カオリンが喋んらないと俺はどんどんん喋っちゃうよ、ね、あのいつも番組の方にメッセージもね毎回欠かさず送ってくださってありがとうございます。ただでこれ今、うん、ユースト見ながら喋ってるじゃないですか。ははい、はい ね、ものすごいタイムラグがあで、ね、タイムラグがあって面白いでしょ。<laughs> そうか。自分が喋った後にマシ、まあのパソコンから自分の声がそうだね。まあそれもあるんですけど電話かかってきた時とちょっとズレがあるってびっくりした。それでびっくりした、ね。<ー>そっかそっかそれでなんかねすごいびっくりされてましたもんね。そう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 なんですだから <laughs> うん。 こうやって喋ってるのが香里さんだと思ってないんですよ、ね。思ってなかったです、最初。そっか、誰と喋ってるのかもわからないから。誰だろうって。え、誰、AD さんか、だ誰かディレクターさんか本人でした。ね、<laughs> ありがとうございます。わざわざすみません。<laughs> いいえー 新しい正解は早く出していただいて。ぜひこれからもお仕事の合間に見て参加してくださいね。はい、頑張って参加させてもらいます。あの三ノ山崎子もぜひ応援してあげてください。そうね。はい、この方はぜひ見に行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、こ参考ごとよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの今後頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも失礼します。 今週もね、喋、ね、りました千田隆さんでしたよ。これこういうことをしてると、うん、あの誰も電話を選ばなくなるよな。うん。なんだろう西ケンジゃ喋るだけじゃないけど、<laughs> <laughs> そんなに直接電話するわい,いぐらいだ。<laughs> ね。あれほの他のお二人はなんか何がいいとかありました？ね、ケンスピークスさんは、うんえー、お任せ。お任せね。サイン入りでお任せ。サイン入りでお任せね。うん、はい。 それであのー、本当にコナミさんコナミさんはさすがというかね、うん、分かってらっしゃるというかね、うん、西さんではなく香里さんにお任せしますなるほどね西さんだったら何送ってくるか分かんないからね <laughs> それだい分かりましたじゃあ。 お任せでお二方に、ね、あ、じゃあで日産の方にはあれですよねあの住所とか送っていただいてるんですよねあれケンスピークさんはないよ住所がじゃあケンスピークさん日産のダイレクトメッセージでルんとね、ちょっと見てくださいもうちょっと見てみようえ、なかったっけ あったと,と、俺あるよちゃんと。あ、本当ですか。うん、じゃあ今日のいただいたメッセージをもとに送らせていただきます。ね、これで合ってるよね。うん、あってるあってるあってるじゃあはいこちらの方で。はい。これどっちもだからカオリなんかカりにセレクトの。わかりました。なんか責任重大だな。何を。あの電話がかかってきたら俺が喋るから。<laughs> <laughs> 外れやんけ。当たってへんやん。どうしよう何がいいんだろう。家のうちのうちにあった。 何かを <laughs> 何わかんない。庭石とか。祝<え> <laughs> 石送りますかって。分からないけどなんか送れるものをじゃ送りたいと思います。<laughs> 送れるものを送ります、ね、<laughs> そんなアバウトな感じでいいの。なんか慶祝関係のなんかとか,かあのちょっとしたポスターとかなんか,なんかねそういうのねそういうのがあればね、うん、いいじゃないですか。はいあそうね。<laughs> <laughs> じゃあセレクトしたいと思いますはいそれでや「焼きすぎた CD ああなるほどね <laughs> 焼きすぎた <laughs> ねじゃああとこれはこれはどっちもあの、えー、と香りセレクトで、うんうん、お送りします、はい、じゃあ楽しみに待っていてくださいあとあのー、ちったたかさんも、うん、あのー 電話が良いですがって言いながら、うん、あのステッカー希望ですって書いてあるからステッカーも送りしし合わせて見せて,、ねはい、ておきましょういや今回優秀に素晴ら,素晴らしくポンポンポンと正解がね出たんであっという間にいい感じで。はいい、えっという間に1時間に時 <laughs> あっという間にもうもう一時間ですからね。ね,<え>ね皆さんお付き合いいただいて、はい、ありがとうございました。コウキさんもありがとうね。ね皆さんありがとうございます。最近もね、ね、六十八名もの方が今来てくださった。そんなにですか。ね<え>。すいません。すいませんねあの電話で俺喋ってばっかりで。<laughs> なんか謝っちゃいますよね。すいませんって。<laughs> いいいじゃないですかでも古谷かおるさんみんな見に来てるんですから。ありがとうございます。 ね、ありがたいことですよねちょっと今これタイトル部分消して、ねね、またじゃあ来週夕方4時から金曜ハーミング番組の方は生放送、はい、そして配信の方もねスタートして放送が終わった7時からはこんな感じでユーストリーム限定配信、はい、なんかここのところクイズをやってますクイ,ズクイズっていうか大喜利じゃねえかっていうツッコミがありましたけどね大喜利大喜利だね <laughs> だって正解じゃないもんん何が俺るだだよだって正解をあの皆さん正解者ですけど、ね、3人正解した方いますけど正解じゃないもん <laughs> まあねかおりんはすでに正解を番組の中で言ってい、ね、うか <laughs> 寒いのが苦手だからそうそうそう言ってますけどこんな感じでクイズ大喜利という名のクイズとかもやってるのでよかったら参加してください最高じゃないですかだってセミのつくだ煮が作れるから いいねすっぱなかでビールを飲めるからそ,<う> <laughs> <laughs> そしてさらしを負けるからというねそうなかない、ね、な感じですよみんな皆さん毎週正解はこんな感じなので、はい、あの構えておいてください皆さん <laughs> あのなんか面白いこと言えばいいみたいですよ <laughs> そうですね毎週の火曜深夜のイソラジーははいえかおりんも来てくれるあそうですね,ね来てくれる週だねうん えー、この西さんが中心にしゃべって、はい、古谷香織がサブの方に回るとゲストとして回るとどういうふうになるかっていう,う、ね、<laughs> 西さんが暴走できるというそ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 で <laughs> そう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  ぜひね、イソラジの方はいろんな投稿テーマとかがあるからね、うん、あそうですねそんなのも投稿してもらいつつ、はい、それをまたあの番組表に書いたり、うん、あのしますので、はい、よろしかったら何とかしてみてください何とかして <laughs> 遅い時間でねお仕事がある方はあのよく朝とか大変だけどもぜひあのねあの今のやつあごめんなさい俺勝手に今録音してあります下楽さんの,あのアーカイブ化してあるんで後で見てみてください、うん 後ろの八十三点九というのは、fm エ相模の周波数です。八十三点九メガヘルツ fm エサーカミーと覚えてください。はい、はい、せーの。八十三点九メガミー <laughs>。そうです。何、大丈夫?。<laughs> あ、<laughs> 本当何のことですかって書いてある、ね。そうですね。香さんはコスプレ。何の話してるんだろう。 唐突ですね <laughs> 唐突ですそれはもうちょっと一段落したんですけど <laughs> <laughs> じゃあ八時になりましたはい、えー、ということで、ね、皆さんどうもありがとうございましたしまそれではね夏バテしないように体に気をつけて素敵な一週間を過ごしくださいありがとうございました